この赤星赤大生を赤星待ちしてね。はい、でさ、来ました。はい、久々の店舗での来ましたね。一杯ということで、麺屋久さん、日本橋茅場町のお店です、うん、ね。茅場町から4分、京王線の八丁堀から僕は歩いていきましたけど、あとちょうど真ん中ぐらいのところにね、そうなんですよ、位置しててあるというところで、自粛後ね、緩和してから初のお店を、お店が中休みになる時間帯で貸し切りで一応来ます、はい、そうですね、はい、ご協力していただきありがとうございます。ありがとうございます。でこのように今回共演者のね、佐々木さんがいますけども、共演者っていう方なんだ、ね、はい、そうね、僕も行かせていただきました、はい、そうなんですよ、うん、2メートル以上間隔を空けて撮影してください、うん、ということですね、うん、はい、で麺屋久さん情報なんですけども、実はこれ系列の2号店らしくて、うん、1号店は近くにお酒のお店が鳥久なのか鳥久さんなのか、うん、ございますんで、まあ合わせて利用していただきたいということですね。久しぶりに食券出ましたけども、2種類ございます。かねし醤油とそれから泥味噌という商品、まあ、かねし醤油はラーメンで、泥味噌は混ぜそばになりますね、うん、味噌の混ぜそば結構レアですけど、そうね、あんま見ないね、あんま見ないです、ね、はい、で私が特製かねし醤油、これはいろいろトッピングが入ってるもので、うん、ザキさんは泥味噌ということで、いや、はい、これは別でまた、そうですね、上がるということで、ね、別動画で行かせていただきます、はい、2メートル離れてるね2メートル以上になってるそうだね、ですけども、このマシマシが懐かしいね、懐かしいね、これね、本当に大盛りで全部マシマシにしてます、はい、特製にしますと豚が1から3になる、そして左端ね、これ半熟味玉がついてますよということです。これね、二郎の旧正統醤油の亀醤油を使ってるんで、野菜もいっぱいかかってるよというね、奇跡のバランスだったね、バランスになってますね、うまく持ってありますね。でテイクアウトでこういったものをまだ売ってますので、焼き豚丼なんかもね、自粛期間にもね、そうなんですよ、おっと迫ってきましたけど、豚からいますね、香ばしくてね、噛み心地いいバランス豚でした、非常に、まあ、ザキさんのは来ないですね、まだ、まだ来ないです、先に赤星の方が、先に僕の、あ、そうですね、そういうことか、ちょっと羨ましい目で見てますけどね、気になっちゃうわこれ、気になっちゃいますね、奥でね、あ、ちょっと迫って油野菜いきますね、うわ油がえぐい、これね、崩壊ギリギリまでこれ乗せてくれるんで、ちょっとこうつまむのもすごい慎重になりますけども、やっぱりね、お家ではこのね、やっぱ油表現しにくいっていうのがね、この期間でよく分かりました、やっぱりどうやって作ってんだろうな、うん疑問聞いてもよかったんじゃないですか、この場で、うん、まあ、鮭野菜とね、返しがこう黒さを演出してすごくこれが美味しそうなんですよね、うん、茶色い飯が一番うまいですからね、いやそうなんだ、茶色くやっぱり、ね、パワーワードなんでね、パワーワード、うん、あ、ワードの話、食にとってはパワーワード、こちら醤油ラーメンタル早めにいきますね、うん、これ結構な濃度なんで、マシマシにした場合先に行っちゃってもいいんじゃないかっていう、あ、まあ野菜に対してね、やっぱり先に、まあ、もったいぶらなくてもいいと思います、なるほど、はい、あ、向こうも着丼が、あ、そうね、はい、着丼、スタートしましたね、さあそしてそのスープですけど、ね、黒いね、おー綺麗ですね、美しい皮乳かけでございます、はい、ね、わ、すごいな、これただ普通にかねしだけを使った色じゃないような気もしますけど、あ、そうなんですね、まあ、ガブガブ飲めてしまうドリンクスープまあ、うん、まあ、スープはドリンクするもんだしな、はい、まあ、うん、まあね、合ってるか、まあ、推奨していいのかって表現だったけどね、ガブ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 そして麺ですけども、これね、やっぱりこの黒さによって少し麺がもう黒々としてしまう、すごい絡んでて、 UFO だ、UFO、お焼きそばなんだ、確かにその通り、太麺焼きそばなんだ、ダメ、 UFO だ、ただ匂いはね、うん、もう香ばしい醤油がこう漂ってきてるんで、はいはい、そこは結構美味しさの決め手かもしれないね、うん、もちもちと食感が特徴的で、弾力がね、ございます、はい、硬さ平均的なんですけども、こう太さがすごいね、こうすするというか、こうなんかこうご飯食うようなかき込むような感じでね、食べちゃうんですね、おなんかすすってると喉つっかえちゃうぐらいの太さなんで、ほんとにこうゆっくりかき込むようなね、ニンニクも素晴らしいマシマシ度をしてくれてありがとうございます、ね、いやー、どこさんニンニクだったんでしょうかね、必須だもんな、そうなんですよ、でもこの自粛期間で特に結構いろんなニンニクに出会ってるんで、まあこちらはビターなアダルトニンニクでしたけどもね、アダルトニンニク、アダルトニンニクです、ちょっとビターな、はい、まあ、前回ニンニク抜きでやらされたんで、ちょっとやらされたの、いややらされた、やらされたっていうか、あかつきさんではニンニク抜きになっちゃったんで、はいはいはい、やっぱこれだね、うん、トッポトッポの感覚でいっちゃったけども、はい、金しなのに、そして半熟味玉です、あ、ね、僕はね、味玉つけるの結構レアなんで、あ、そうだ、わかんないんで、あんま
やんないですよ、僕は味玉、ところがこれが一番うまいかもしれない。あ、やっぱりつけた方がいいよ。これよかったよ、つけて、はい、ここまでのなんか濃い味に対しての濃い味に対してちょっと甘みのある奥まで染み込んでて、うん、黄身の半熟加減も素晴らしい、うん、まあ、100円なんでね、ぜひともこれつけてください。あ、そうですね、もう味わって食うわこの人本当に。あーね、そんな中来ました、3ヶ月ぶりのしょっぱレベルチェック。どうなんでしょうか、開始 4.31 です。鋭敏になってはないでしょ。え、いやいや、それで今の逆から読むと日差しなんですね。じゃあもう嘘じゃん。いや、じゃあ嘘じゃん、やらせだな。じゃあ待って待って、でも 4.3 はあった、 4.3 はありました。あ、じゃあもう1つけちゃおうっていう、はい、1つけちゃおうっていうね。なるほどね、お願いしましたね。で、後半なぜかねちょっとドロドロしてきたんですよ、すごく、はあ、スープが。で、なんでかっていうのは分かんなかったんだけども、はあ、それも伝えてくれよ。分かんなかったんだけど、それはそれで、ね、それもそれはそれで美味しかった、絶対聞けたの。味噌混ぜそばの方もドロッとしてたから。あ、ドロドロはね、かなり、そうそうそう、このお店の特徴かもしれないですね。まあ、それがあるかもしれないです。はい、で、後半ね、若干ドロリしたところにこう胡椒をかけていくのはまあありかなと、うん、あのスープ自体がすっきり系なんでね、パンチを加えていっても、まあ、いいでしょう。おい、ね、OK サイン出ちゃいました、出ちゃいましたよ、うん、ということで、マシマシレベルを見ていきましょうかね、はい、お店のマシマシ 89.38 ということでね、まあなんか久々だったんで、うん、台で肉いっぱいつけてマシマシにするのちょっと僕怖さあったんですよ、うん、あ、なるほどね、何も変わってなかったやつ、はい、別に胃袋は腹の量はそのままでした、かつて。お太り遊ばされてるからね。あ、そう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 、ちゃんと自粛太りして全然あの増えてんのに、うん、未だにやっぱ痩せましたってくるのは、うん、なんかありがたいというか。いや、ありがたくないよ、え、本当になぜかあんた顔だけ細いんだよ。あ、そうね、不思議な太り方をしてるからね。なんかそうね、肩幅広くて足も細いって言われたりするのよ。足そんな出してるか。足細いよ。あ、まあ、確かにね。ルパン三世みたいな昔の。めちゃめちゃ細いな。いや、ルパンが腹出たみたいな。最悪じゃん。ガーって笑っちゃったやつなんだね。はい、まあ久しさんだけに久しぶりのことでございましたね。うん、もうもうまあまあ。まあ、まあ、次回はね、味噌の方も。あ、そっか。はい。2日後。そうですね。赤崎さんの動画も上がりますので。はい、よろしくお願いします。チェックしてみてください。はい。ごちそうさんです。Thank you.